ちょうど1年前、イスラエルに大きな衝撃を与えたハマスの戦闘員がパレスチナ自治区ガザとイスラエルを隔てるフェンスを突き破って侵入し市民を次々と襲いましたイスラエルではおよそ1200人が死亡250人ほどが人質としてガザに連れ去られました エイタン・ハーレーさんは当時南部で開かれていた野外音楽フェスティバルに友人たちと参加していました突然音楽が止まったので辺りを見渡しました見上げるとこれまで見たことのない爆発が起きていました車に飛び乗りその場を離れましたがロケットの飛来を知らせるサイレンが鳴ったため車を降りシェルターに身を隠したといいます しかし彼らはアラビア語で何かを叫びながら入り口に向かって発砲し始めましたこれはその時の映像です逃げ込んだシェルターの周りにハマスの戦闘員が集まっていますそして手榴弾を投げ入れ始めます 入り口近くに立っていたのですが、突然手榴弾が足元に飛んできました。私はそれをつかみ、外へと投げ返しました。しかし、何度目かで手榴弾がシェルター内で爆発。エイタンさんは気を失い、戦闘員が中に入ってきました。私が生きているか確かめるために、私を揺さぶり始めました。 私の顔は切り傷と血でいっぱいで目からも血が流れ死んでいるように見えたのだと思いますシェルター内にいた29人のうち19人が死亡エイタンさんの友人2人も亡くなりました10月6日の自分には戻れませんあの瞬間からすべてが変わりました 戦争が終わり、できるだけ早く人質が帰国できることを心から願っていますこの日を境に始まったイスラエル軍によるガザへの大規模攻撃今も多くの市民が絶望の淵に立たされています。 泣き叫んでいるのはガザに住むムハンマド・クムサンさんです8月にイスラエル軍の攻撃によって家族を失いました妻と義理の母そして3日前に生まれたばかりの双子の兄弟も犠牲になりました今もガザ南部で避難生活を続けるムハンマドさんが JNN の取材に応じました その日は出生証明書をもらうために家を出ました双子の出生証明書を受け取りに病院を訪れたムハンマドさんは帰宅途中、電話で自宅に攻撃があったことを知りました。 家族のいた部屋に向けて砲撃があった実は妻がインタビューは一時中断しましたが状況を確認した後再開しました。いいいろろな準備をしていましてまた特に ベビー服を双子は男の子と女の子だったから洋服を見つけるのは大変でした準備したベビー服に子供たちが袖を通すことはありませんでした子供たちが成長してパパと呼んでほしかった。 一緒に遊びたかった一年経った今もなお戦闘の終わりは見えません罪なき人たちが毎時間のように殺されていますこの戦争が終わるその瞬間を待っています ガザでの犠牲者はこれまでに4万1870人に上っています。